極限まで妥協しないダークソウルリマスターズパート2やっていきましょう。ということで前回不審のデーモン超初心者向け攻略解説をやってきました。念のためにちょっとおさらいをしておきますと、まずは素性戦士を選びアシュラムスキップで不審のデーモンをスルーします。その後ニト剣を回収しセンズゲートスキップで千の古城に突入、くさびのデーモンを狩り尽くします。その後中ロリバグで最下層へ向かい呪術の火を回収、大力書とかで内なる大力を回収。その後ゴズのデーモンに挑み一度打ち止めされてください。そこまで済んだら大樹の虚ろをスムーズに降りていき氷の大剣を入手。ここから約8時間の竜の鱗マラソンを行い石類大力流体状態で R2 を叩き込むだけで不思議のデーモンを誰でも簡単に倒すことができます。ということでパート2、今回の目標は金のガーゴイルの蹂躙。この金のガーゴイル今の戦力でも十分倒すことはできるんですが、初心者の方ちょっと竜の鱗マラソン大変だなっていう人もいると思うので、今回は新たな選択肢、また別の選択肢をちょっと提示していこうかなと思ってます。ちなみにこのガーゴイル撃破の証明である目覚めの金のトロフィー、こちらの取得率実は 74.6%、 つまり 25.4%、 約4分の1のプレイヤーはガーゴイルに勝てず心を折ってしまっていると。ということでそれだけの強敵金のガーゴイルを今回は蹂躙していこうと思います。さあということで今回強化していく武器というのがこちらの通常派生の武器、グレートソードを使うかは抜きにして通常派生のプラス15を作っていきたいと思います。とその前にあいつへの報復忘れてませんか？俺は忘れてない。ゴズのデーモン、奴は俺の心を誇りを踏みにじった。今から蹂躙しに行きます。今会いに行きます。ではゴズのデーモン蹂躙していきます。ということで今回使用する武器が竜王の大斧で、この武器の特徴なんですけども、攻撃力はコリの大剣にちょっと劣ります。ただめちゃめちゃ重要な要素が特徴があって、こいつドラゴンウェポンの癖してエンチャントできちゃうんですよ。これによりコリューの大剣の攻撃力を上回ってしまうということで、これを使って今回はゴズのデーモン蹂躙していきます。でゴズのデーモンは結構面白い特徴があるじゃないですか。その習性を利用して確実に倒す方法をちょっと今回やっていこうかなと思います。まずはうちの大力クイーンシーレットして、そして両手持ちにして流体を準備していく。でここで HP を削りながらまず出現させます。出現させたら逃げましょう。ここから真っ向から相対していくのではなく逃げます。逃げてはしごを登る。するとゴズのデーモンを追いかけてきて、そうここで上に登ります。この上に登ってくるこの隙を使って確実に倒していきます。で流体石使うタイミング、これかなりタイミングしっかり見てください。敵が上がってきました。ここで使う、ここで使うことでゴズが振り、ってなるんで近づきすぎは注意です。軽傷です、これ軽傷、軽傷です、軽傷鳴らしてるから、軽傷鳴らしてるし軽傷者でもあると。ちなみにセンズゲートスキップ使うとフラグの関係なのかこれヒモリメが死にます。事前リサーチで同じことを1回やってるんですよ。前にやった時にこれを見つけてやらないようにしようと思ってたんですけどやっちゃいました。まあね、極限まで妥協しないんでね、この防具も欲しかったでしょ、ね、欲しい人いるかもしんないから一旦ひもり目は殺しておく。ここのかかり別にいらないから、後で奪い返せばいいからっていう精神。これ神竜一世、まず出現させたら上に登れる。でここは HP の減り具合を見て内なる大力の発動タイミングは決めてください。今回ここで行こう。ここで使って両手持ちにしてエンチャント松屋に、そして流体石を使うタイミングを伺う。来い、飛んだらここで使う。そしたら隙だらけのゴズにこの一撃を叩き込む。これがゴズのデーモンの倒し方です。見ました？落下致命なんてね、そんなものしない。まだ報復は終わらない。あんなものじゃ生ぬるい。もう一撃食らわせる。竜王の斧で3500ダメージ出しましたけど、あれ以上見たいでしょ。見とこうよ。
確かにこの R2 攻撃は強い。強いけど、それ以上の火力があるでしょ。見せますよ、今から。今から本物の報復を見せる。いきます。五臓引っ張り出す。そして、塔に向かう。ここは一緒。ここは一緒。そしてすぐ登ります。すぐ登って、登って、登って、はしご登りきって、すぐに内なる大力を使う。そして両手持ちに切り替え、エンペラー対末道。死ね、ゴズのデーモン。貴様を切り裂くぞ。これが蹂躙です。これからもゴズのデーモンさんにはちょっと火力のバロメーターってことで、強い武器を入手、もしくは強い攻撃手段を入手したタイミングで毎回ちょっと火力のチェックしに来ようかなと思ってます。だから生かしておきます。だからバックアップを取って生かしておく。報復は終わらない、このシリーズが終わるまで。ということで、今回集めるべき通常強化に使う素材のマラソンに向かいたいと思います。いくつかマラソンするんですけど、まず一つ目から手頃にできる、非常に簡単にできるものからやっていきましょう。はい、胎児のうつろです。ここで何をするかと言いますと、結晶トカゲのマラソンをしていくと。結晶トカゲ計10体ぐらいでね、いるんですけど、そいつらがそれぞれ原盤を落とします。その原盤をもうできうる限り回収したい。てかもうできうる限りなんてぬるいこと言いません。全部回収します。こんな感じでプロロ連打で結晶トカゲ来るのを待って、出たら倒す。で、出なかったらバックアップで引っ張ってくる。これでもう無理やり現場集めます。じゃあ行きましょう。よし、オッケー。やっと一つ。11回目のチャレンジでプロロ回数が82回。まあ、こんな感じで、はい、集めていきます。いや、極限まで妥協しないだから、初心者の人はここまでやってやっぱ現場集めときたいでしょ、できればね。だから集める。終わった。ということで、原盤10個ね。ここには結晶トカゲ10体出現しますので、まあ結晶トカゲのね、位置の確認も兼ねて、結果的には60体買って10個の原盤って感じですね。6分の1で出る。10% ぐらいあるのかな、確率。で、プロロは216回ですね。やってみた感覚なんですけど、ほぼ確定で出るような結晶トカゲがいるっぽい。うん、高確率で出るのと低確率で出るのが、いるのか、それともプロロの回数とかそういうので出るタイミングが割と決まってるのか、どっちかですね。まあ、何にせよそんなに大変じゃないんで、大体今2時間ちょっとで終わったので、はい、ということで、くさび石の原盤、最大強化に必要なアイテムを10個大量に集めましたが、原盤だけ持っててもしょうがなくて、この塊、台掛け、かけら、これらをしっかり集めておかないと武器強化っていうのは進みません。で、最もネックになってくるのがこの草菱の塊。ちゅうわけで、その草菱の塊のマラソンができる場所を開通したいんですが、それをするためにちょっと用意したいものがあるので、ここに来ました。ここにね、ちょっと大量の NPC、 大量の NPC がいるので、まずそれを蹂躙していこうじゃないかと。やべ、ちょっと待って、来いよ。これじゃ足りない、足りねえ。死ね、圧倒的な死をくれてやる。最後の一撃を待たずに死んだ。これが蹂躙ね。これ以外蹂躙ではない。で、ここにいる魔術師も、おれ、それはやばい、
それはやばい。あー、それはやばい。なかなかやるよこいつ。こいつ俺のこと舐めてるのか、それともすごく舐めてるのか。こうなっちゃうから、初心者の人はこうならないためにどうするかっていうのを提示するのが俺というダークソウルの定義ね。見せますか。はい、準備完了。ソウルの槍ね、センズゲートスキップをうまいこと使えばローガンを助けてすぐに習得ができるこのソウルの槍ね。これで蹂躙すればいい。何？耐えた。あいつ耐えやがった。耐えたのなら致命で殺せばいい。おれ耐えんのか。まこいつを倒せばもうあとはいないようなもんですから、雑魚しかいない。どっからでもかかってきな、凄惨な蹂躙劇を見せてやるよ。死ね。はいはい、898、1841。これはやばいな。これはあのボスが吹き飛ぶレベル。真意を心に口を閉ざせ。どうした、貧弱だな。そうだよ、文句。体鍛えろ。面倒だ、まとめて殺そう。まあ、もう十分にね力は示せたと思うので、ここからは蹂躙劇、一方的な虐殺、残殺を見せていく。さっき足りなかった火力もエンペラータイム、全てを破壊せ。ほらほら、痛みを感じる糸まっさえ与えない。よし、ここまでか。終わり。ああ、外した。行きますよ。よし、全てが噛み合った。邪魔者は排除したな。今回のターゲットを殺しに行こう。やつもまた霧の使い手。お前じゃねえな、お前ではない。もう一度言おう、お前ではないんだ。だがしね、いた。霧使いが多すぎる。道理でやばい、バレた。道理で絶の使い手が多すぎると思った。だが俺の絶は、いや、これは絶ではない、パーフェクトプロ。俺が今回用があるのは貴様だ。貴様のその武器よこせ。ゴーと並び称されるその弓の使い手、ファリス撃破。ということでファリスの呼吸ね、強い弓が欲しいということで、この技量補正 Sかかるこのファリスの呼吸が欲しかった。また使おうと思ってファリスの呼吸取ってきたけど、これいらないわ。あまり触れてはいませんでしたが、これ威力上げてます。もちろんあの魔術を使うために上げてるんですけども、先ほど魔術師を殺しきれなかったところを見ても分かる通り、ちょっと火力が足りないんですよ。ちょっと火力が足りないので、火力を上げる手段、これ1段階上げる手段としてこの保衛竜ね、これを買うのはもうマストと言っても過言ではない。ホイリュー、あのバカにできないレベルでやばいんで、ちょっと試し打ちしよう。668、ちょうど 1.2 倍ですね。まあ、それだけ大事と、まあ、それだけ強い。今まで倒せなかった敵もこれで倒せるようになります。ということで、ではマラソンの土地をね開拓しに行きましょう。はい、ショーロンド遺跡で、まずちょっと作業としてちょっとダメージを食らっておいてください。ちょっとね、まあ、この辺で落下ダメージ稼げばいいんじゃないかな。もう一回ぐらい行くか。いいね、これぐらいでいいでしょう。じゃあショーロンド行きます。ショーロンドはすでにカボタマ取りに一回来てるんですけど、まあ、その先にはまだ行ってません。まあ、初心者向けということで、今回普段は使いませんが一時の呪い使っておきます。でこれでカット100盾持てば盤石では、ここの抜け方、まずは左ダッシュで OK。 こいつ2体目の挙動だけ注意して、たまに引っかかるから。で、ここにいる2体は構わずスルー。で、鬼門はここです。ここは一旦この奥の門の前、ここにいるやつに気づかれて、一旦引き出してから抜けていく。もうここさえ抜ければ、あとはもう雑魚しかいません。で、ここまでですね。ここまでで大丈夫。で、ここまで来たら一旦亡霊は落ち着いてくれます。で、あいつです。あそこにいる赤服のイングワールド。イングワールドね。あの中の亡霊ハウスを抜けていって、あそこにたどり着くと。で、
彼から鍵をもらう。ただまだもらえません。時期的にね。時期的にもらえないんだけど、ここはね、小論堂をね、水没から救いたいんですよ、僕は。善意で。善意でね。だからこそ、恨みはない。だが平和のためには消すもやむなし。ということで、イングワードを蹂躙していきます。もちろん初心者向けで。ボーレハウス抜けていくのはもう正直この体力だと無理です。無理です。無理。無茶。てか、まあ、無理というか無茶。無茶させたくない。初心者の人に。初心者の人に無茶させたくない、僕は。無茶させたくないんで、ちょっと準備します。蹂躙の条件はただ一つ。エンペラータイム状態でイングワードの頭をソウルの槍で射抜く。イコロス。これも操作の正確さが要求される。いきます。いける！イコロス！ソウルの槍。これがイングワードの倒し方です。銃の輪、完了。ということでね、イングワードをね、こうやって狙撃するときは、なんかチクチクね、攻撃しても、危ないんでね、ここ、長く待機してると非常に危ないんでね、まあ、この階段は割と安全ポイントなんですけど、まあ、この階段は前半エリアの亡霊を寄せ付けないっていう、見えない壁が張ってあるんですけど、だからこの中に入って亡霊を引き連れてこない限り、ここは安全ポイントなんですけども、やっぱり一撃で倒したいじゃん。今の手順でお願いします。はい、封印の鍵。あいつが落とすね、呪い抵抗とか、トロコンに必要なアイテムなんてものは、2周目。万全の状態で、あそこを抜けていけばいいから。1周目は、ニューゲームっていうのはね、一番危険だから。ソウルシリーズ一番難しいのって1周目だから。2周目、3周目の難度の上昇っていうのは、大したことない。全然大したことないんで。よし。開門。ということで、大体準備は整いましたね。じゃあまずはちょっと拠点に行こうか。もうマラソンポイントに一旦マラソンポイントのブックマークをしておこう。さて、もうおなじみの狭間の森のかがり火ね、ここをとりあえずブックマークします。で、早速マラソンをやっていきたいと思うんですが、その前にちょっと小論堂のアイテム回収だけしちゃいましょう。いや、あいつ鬱陶しい。めんどくせえ。消えろ。消えねえ。こいつは処理した。ね、このように復活しません。だから倒しといて損はない。カオス。先に上のアイテム回収しよう。はい、とても大きな種火。これでプラス15まで強化ができます。鍵ですね。もう今後の蹂躙の鍵になる。絶対に取っといて損はないので、確実に取っておきましょう。ダッシュ突き誘発してバックスタが基本のムーブです。これが一番楽で、これを片手で処理できる墓を抜け最強、まあ、ここはちょっと例外。これ例外ね。こいつは殺しといて損なし。よし、まあ、ここまでいるけど、ここまでやるかどうかはちょっと微妙だね。ボレ来るんで。で、ボレに耐えうる力をちょっと正直持ってないから、まあ、あんま無茶しない感じで。詳しいマラソンルートは、マラソンしながら見ますゆえ。ということで、まあ、今からダークレイスマラソンをやっていきます。ということで、ダークレイスマラソンやってきたので、成果を発表していきたいと思います。こんな感じです。まず、時間的には5時間ちょっとって感じですね。ワンループ10体枯れて、効率よくやって3分。ちょっと時間かけて5分とか、そんな感じになります。慣れてないうちはかなり死亡しました。一回ロストして、この旧姓で人間性集め、ちょっとやっちゃったんですけどね。祭祀場の何人かは吸い取らせていただきました。倒したダークレイスの数は692体。これも効率よくやれば本当にもっと早くいけるんじゃないかなと思います。で、入手したアイテムがこちら、草菱の塊99。これ ×2 です。2スタックフルに集めておきました。
そして草菱の原版が6個、だいぶ確率悪かったですね。 1% ってところかな。で今両手に装備してるダークハンドが28個。まあこんなにいらないと。でですね、こっから武器の強化をやっていくんですけども、かけら99、これも2スタック一応集めてるんですけど、問題はこの大掛けね、今6個しかありません。でこれをマラソンで集めるのはちょっと効率が良くないので、だったらまた千の古城抜けちゃえばいいじゃんってことで、ちょっと SGS 行きましょうか。この辺かな、2本目の柱かな、この辺りがベスト。これもしかしたら流体だとできないかも。ここいいっすね、この柱のちょうど横ぐらい、めちゃめちゃいい。ここなら一発でいける。で上に行くと視点が裏返ってまた操作しづらくなるので、さらに操作しづらくなるので、この状態をキープ。画面は上で固定されるので、画面のどちら側に道があるのかっていうのを理解しておけばそんなに難しくはない、慣れればね。でここで用意しておいたエレベーターが生きる、このためのエレベーターだから。はい、こんにちは、バーニスさん。では台掛けを買いましょう、マックス。よし、ということで準備は整いましたね。まあ、すでに使える武器は豊富に取り揃っているので、この中からね、これだってやつを強化してガーゴイル倒しに行きたいと思います。それじゃあ準備します。いいね、騎士っぽい。じゃあガーゴイルのとこ行きましょうか。ガーゴイルまでの道のり実はかなり難しいです。難しいですが、しっかりとした攻略を持っていれば問題なし。まず右側に寄って相手を右に寄せて、そして左から抜けていく。でここはここでガードをする、ガードして一泊置いてからここの奴隷兵士を引き出して上に行くと。そして体力を少し減らしておきましょう。こうすることでエンペラータイムに入れる。さあ霧の前、ガーゴイルたちがいるそのボスエリアの前まで来ました。でいろいろ武器を強化してきました。グレートソードだったりリカールの試験、グレアク、雷スピアも強いですね。グレートクラブもかなり強い。サイズなんていう選択肢もあると。もちろん竜王の斧を使っても構わない。なんですけど今回はこれかなと、ロングソードプラス15でガーゴイルを蹂躙していきます。ということで今回使用する武器の紹介です。まずロングソード、これ決して一撃火力強くないです。他に強化したグレートソードだったりグレートアクスだったりグレートクラブだったりね、もちろんあの辺の重火力武器にはかないませんが、ガーゴイルの特徴である2体出てくるっていうところね、そこに完璧に対応するにはこれぐらい軽い武器の方がいいのではないかなということで、今回ロングソードを採用し、で左手にはヘビークロスボウ、はい、クロスボウです。おそらくもうここでしか活躍できません。これね、あのボルトの数も少ないんであまり無駄打ちできませんけども、クロスボウは弓矢と違って片手で撃つことができるんですね。ってことはつまり右手のロングソードを振りつつこの棒眼を撃つことができるというね、この特性を最大限に生かして今回は利用していこうと思います。で残りはいつも通りですね、呪術の火による内なる大力、そして赤い累積、流体のこのバフももちろんかけていく、そして黄金松屋にも利用してしっかり火力を底上げしていきます。ということで準備は完了ですね。行こうと思ったんですけど、ちょっと必要なアイテムがあるので取ってきますね。つばりヘンドラじゃなくて、よし、完璧な準備整いました。これ完璧な戦略見せるんでよろしくお願いします。 25% の方よろしくお願いします。まずはエンチャント松屋に、そしてアイテムを流体積にセットし内なる大力を発動します。そして左手をヘビークロスボウに持ち替え霧に突入。霧に入ったら少し HP 減少を待って、太い線ですね、太い線越えたあたりでダッシュで一気に近づいていきます。これでムービースタート。ムービー中はしっかり心を落ち着けて、この先ガーゴイルに対してどういったムーブを取っていくのかっていうのを頭の中で反芻しながらシミュレーションするのとしないのとでは成功率が段違いです。何も考えずにプレイするからボスで積んでしまうんです。このダークソウルというゲームをクリアを諦めてしまうんです。諦めない心、それさえあればクリアできるということは、どうすれば効率よく敵を倒せるか、それを極限まで妥協せず追求していく、それが極限まで妥協しないダークソウルです。行きましょう。さあ行きましょう。開幕一気に近づいて攻撃をかわし、そしてエンペラータイム発動、すぐにフォースを使い敵を R2 で殺します。そしたら沿岸橋を除き照準を合わせクロスボウを撃ち、ガーゴイルを蹂躙していく。これが完璧なガーゴイルの倒し方です。ぜひ初心者の方は真似してみてください。お疲れ様でした。